およそ100年前から国立市のシンボルとして市民に愛されてきた JR 中央線の旧国立駅舎、町の魅力を発信する施設として14年ぶりに待望の復活を果たしました。旧国立駅舎がオープンしました。開業を待ち望んだたくさんの人が続々と中に入っていきます。旧国立駅舎は2006年に駅舎としての役目を終え解体されましたが、市民の熱い要望を受け一昨年から再建工事が進められてきました。町の魅力を発信する拠点として今日オープンした旧駅舎、新型コロナウイルスの感染を防ぐため1回につき40人までの入館規制が設けられましたが、地元住民らおよそ3300人が詰めかけるなど初日からにぎわいを見せました。やっぱり嬉しいです。国立の本当にシンボルっていうかね、建物の中には大正時代当時の改札口や切符売り場などが再現され、旧駅舎の歴史がわかる展示スペースが設けられています。また駅周辺の町案内や物品販売も行われます。この空間にいるだけで今の国立市の人とか物とかこととかが瞬にわかるような、国立市の今を見せるスペースメディア、町の魅力発信拠点にしていきたいです。国立市は今後旧国立駅舎を利用してイベントなどを開催したいとしています。